えー、回線環境を新しくしましくまた、あ、こんな感じの環境にしたんだけども通話は、えー、マイネオの500メガバイトプランで、えー、540円ねえー、と本来はね確か1400円だったはずなんだけども今ならねあの1年間月々の料金から900円引きますよってキャンペーンやっててで540円で の番号が持てるんだよ、ね、で、まあ、おまけで500メガバイト通信がついてくるから、すごいお得だよね。で、まあ、インターネット回線は i ビデオで、i ビデオの使い放題で4320円。で、まあ、合計で4860円ということにな,なんだけども、まあ、で、これが新しいプランね。で、 今までの、えー、今までのプランがこんな感じ。通話と外回線を IIJ MIO の 3GB で賄ってて、で、家回線をマ m a x で賄ってると。で、合計で4731円っていう感じなんだけども、まあ、この新しい通信環境と古い通信環境、まあ、 ぶっちゃけ、まあ、何が違うのかというと、まあ、古い通信環境だと室内家回線は YMAX だから無限に通信できるじゃんいくらインターネット使っても OK なんだけども外回線外回線は 3GB しか使えないとだからまあ外で例えばライブ配信やるってなったら 3GB なんかあっという間にいくからさ まあだから外回線に制限があったなっていう感じなんだけども新しいプランだとえっ、ー、と家回線外回線どちらも i ビデオのルーターでやるのでだからもう無限に使えるよと家だろうが外だろうがもう気兼ねなくインターネットができるようになったねだからもう外でライブ配信しようが何しようが全く気にしなくていいと本当この i ビデオのおかげで インターネットトのストレスレがだいぶ減った、ねうん、でまあこれの欠点としては、まあ、この i ビードのルーターを常に持ち歩かなきゃいけないとだからたまにこのルーターを家に忘れてしまう時があるんだけどもでもそういう時でも一応マイネオに500メガバイトの通信、まあ、通信プランがついてるから、まあ、これで。 アイビデオのルーター忘れたらまあこれで何とかすればいいかなっていう <laughs> うんまあちょっとした LINE とかメール送るぐらいだったら十分だよね500目があればまあだから問題ないかなっていう <laughs> でまあ一つあの言いたいのがまあこの旧プランのことなんだけどもの家回線 ワイマックスだから一応無限に使えるよって最初はそうだったんだけどもね、最近こう、ワイマ m a x も渋くなってきてあの、規制をかけ始めたんだよ。3日で10ギガ使うと、確か速度制限をかけますよっていう。動画なんて見てりゃんね、なんか3日で10ギガなんかあっという間にいくからさ。今まで使い放題だった家回線がね、 規制が入ってしまってて、ね、しまもう本当使えなくなってしまったから、まあ、いよいよ、まあ、乗り換えを考えたんだけどね。でまあこんな感じの通信プランになったんだけどもまあ今のところ全然問題なくこれでまあ使えてるかなっていう。 i ビデオっていうのがね、本当に優秀で、どんなに使っても制限がかからないっていうのを安心感はすごいよね。うん、で、まあ、僕みたいにちょっと、外でも家でも無限にインターネット使える環境が欲しいなーって。しかも090の番号を持ちつつそういうのが欲しいなって人は、 まあ今なら4,860円で、ね、その環境が持てるので、いかがでしょうか。あの、マイネオのキャンペーンがね、えっ、ー、と、待って、これだ。えっ、ー、と、十一月、2017年11月 9, 9日までだから、まあ、それまでに申し込めば、まあ、この値段で、まあ、こういう回線が持てるよという。うん でまあ、ちょっとあの余談なんだけどもこの i ビデオの、えー、と回線なんだけども4320円、えーまあ、こ,のこのプランを、えー、とこのルーターのレンタルプランを契約して、まあ、月額4000プランっていうのを契約して税込みで 4,320円なんだけども最近ね、あのー、こっちの、えー、と新しいルーターが出てきてこれ普通なら月額4,300円なんだけども今ならキャンペーンやっててなんと月額3,980円税込みで、えー、とこの新ルーターが持てると。 であなんだこっちのルーターよりも新しいルーターだから高性能で,でなおかつ安い値段で持てるならあ今のこのルーター解約してこっちの新ルーター契約しようかなと思ったんだよだけどもねよくよく調べているとこの新ルーターなんか100ギガぐらい使ったら規制が入るっていう情報があってうん一応さあの こっちのルーターも、こっちのルーターも、同じ使い放題プランと歌ってるんだけども、でも、こっちの新ルーターは100ギガで規制が入ると。だから、いくらキャンペーンでさ、安くルーターがレンタルできたとしても、規制が入るなら意味がないよな、と。っていうことで、まあ今見送ったんだけどさ。うーん。まあだから、 いろいろ検討した結果やっぱり無,無限に使えるプランでベストなのがまあこれかなという感じだね。うん。これ以上さ、あのー、安く使えるプランがあったらちょっと教えてほしいよね逆に。なんだろう。これ090の番号を持ちつつインターネットを無限に使いたいっていう。 パターンンでこれ以上安いプランがあっったらちょっと教えて欲しいなとあの俺はフジ w i フ f i 初期組だからこれより安く使ってるぜっていうのはなしだよ現状契約できるプランでこれ以上安いプランがあればね是非教えてくださいじゃあ今日はあの新しくインターネット回線を一新したというお話をしました